とる、考える、動く、自由になる15歳という年代は、大人になる途中であり、人生の目的や意義について深く考え始める特別な時です。親や先生への疑問が生まれたり、友達との関係に思いを馳せたり、社会との向き合い方を模索することで、これからの人生の方向性が決まる。この本の著者は、横浜創英中学高等学校の校長であり、以前は麹町中学の校長としても活躍していました。教育の常識にとらわれず、新しい方法で教育を進化させるパイオニアです。この本では、思考停止に陥らず、自分で考える能力の重要性が強調されています。例えば、ただ多数決で物事を決定するのではなく、民主主義の真髄は対話と合意にあると指摘します。学校はそのようなスキルを身につける場だと教えています。この本のタイトル「考える、動く、自由になる」は、著者が伝えたい中心テーマを3つの言葉で端的にまとめています。誰かに決められたことや理不尽な状況に閉じ込められると、自由を失ったと感じがちですが、大抵はその束縛は心の中のもの。自分で考え、行動することで、自由になる可能性は無限大です。この本は、自分自身で変化を起こせる力を信じる刺激的なメッセージを持っています。大人も、これを読むことで人生に新しい視点を持つきっかけになるでしょう。この本は、そのような豊かな教育哲学が詰まった一冊です。自分を良くするための方法は自分で考えること。自立じゃなくて自立。誰でも自分を良くすることはできます。その第一歩は、自分自身をよく知ること。何になりたいのかを明確にして、そのために行動を起こしていくと、理想の自分に近づけます。自分の未来を考えるのは簡単じゃないですよね。それは、考える土台、つまり自立がまだしっかりしていないから。著者が言うには、自立とは自分で考え、判断し、行動することです。それは大人にもなかなか難しいことです。それは人の頭の特性に関係しています。一つ目は、頭が気づける情報はすごく少ないこと。たくさんの情報がある中で、ちゃんと意識できるのはほんの一部だけ。二つ目は、頭が良い情報よりも悪い情報にすぐに反応すること。これがあるから、新しいことに挑戦したくても、失敗を怖がってなかなか動けない。そういう時に大切なのは、自分がどうして悪い考えになるのかをしっかりと理解すること。それから、良い行動に変える方法を考えることです。壁にぶつかった時の上手な対処法。コーピング力というのは、大変な問題にぶつかった時に、ストレスや悪い感情と上手に向き合う力のこと。心理学が教えるには、コーピングが得意な人は、まず悩む原因を整理します。それから、自分で解決できるかどうかを考えます。解決できそうなら、すぐに行動を起こします。解決できなさそうなら、その問題を教えてくれそうな人を探して、相談します。一人で悩んでいても何も解決しない。行動することで、理想の自分になるチャンスが広がります。失敗は大事な教訓の種。自分で何をするかを決める自己決定は、失敗が多いですよ。でも、失敗はいいことをもたらすこともあるんです。高橋聡隆さんはロボット作りが得意な人で、イブ
ポンというロボットを作りました。普通ロボットはチームで作るものですが、高橋さんは全部一人で作ります。それは一人で作ると失敗した時の教訓が全部自分のものになると考えているからです。江松勉さんも面白い人で、失敗しないようにするにはどうしたらいいかと聞かれたら、何もしない、簡単なことしかしない、人から言われたことしかしないと答えます。でもこれじゃあ学びも成長もないですよね。上松さんは夢を叶えるには失敗する勇気が必要だと言います。自分で考える力は大切。自分で何をするか決められない子は、大人からどうしたい？って聞かれると自分で考えるようになるんです。この言葉がけを使うと、少しずつでも自分で考えられるようになるんですよ。また未来の自分はどうなっているかなと考える問題もあります。これは未来の自分をイメージして今の自分を見つめ直す練習です。みんなで良い社会を作る。環境が悪くなったり食べ物がなくなるのは、みんなが私には関係ないと思っているからです。でも一人一人が社会の一員として考えると、みんなで良い社会を作れます。対話で問題を解決。世界にはたくさんの問題があります。でもその問題を解決する方法は対話です。違う考えの人とも怒らずにお話しする力が必要です。例えば SDGs はみんなで話し合って作った目標です。また EU もいろんな国が戦争をしたくないと話し合って作られました。このようにお互いの考えを尊重して対話をすることが問題を解決する方法です。ご提供いただいた文章を開講します。指定されたガイドラインに従って読みやすく魅力的な文章に再構築します。多数決だけじゃ不十分。話し合いで全員が納得。多数決は手っ取り早いけれど、それだけでは民主的とは言えないよ。なぜならみんながよく分かって合意するステップが足りないからだよ。例えば文化祭でダンスが 80% の人に支持されたとしても、残りの 20% はどうなるの？その意見は無視されちゃうんだよね。大事なのは話し合い納得だよ。文化祭で何を目指すのか、その目的をみんなで確認すること。それが確認できたら、その後の話し合いで違いが出ても目的を思い出して再び話し合える。そうやって何度も話し合って、最後にみんなが OK となったら多数決をしても大丈夫。それがいい方法だよ。価値観の違いは成長のきっかけ。詩人の金子みすずさんが、みんな違ってみんないいと言ってたけど、それはなかなか難しい。でもその違いを認め合い、共通の目的を見つける作業が大事。そのためには感情を整理して冷静に話す力が必要だよ。具体的には感情を抑えて客観的に自分を見つめる力、それと大事な目的を忘れない力、これが必要なんだ。そうすれば話し合いがもつれた時も目的に戻ってまた話し合える。人との関わりで成長する道。無理に仲良くしなくてもいいんだよ。仲良くなれない人がいてもそれはそれでいい。その人とは全く違う人だって認識することが大切。でもその人とも話すチャンスがあれば、少しずつコミュニケーションをとってみて、それが新しい自分を見つけるきっかけになるから。
行動は心の鏡。心で考えるのはいいけど、行動が大事。例えば、評価のためだけにボランティアをする人もいれば、評価されたくないからボランティアしない人もいる。でも、行動そのものが大事なんだ。人の心はわからないけれど、行動ははっきりと見える。だから、素晴らしい行動をする人になりたいと思う。とにかく、他人の心はわからないけど、行動することで学び成長することが大切だよ。最後に、15歳は悩む年頃ですが、この本があれば思い悩む前に行動のきっかけがつかめます。本は15歳向けに書かれていますが、大人も多くのことを学べます。学校の先生も使うような優しい言葉で、友達や家族、環境問題、民主主義といったさまざまなテーマについて語っています。大人になってもこんな授業があればよかったと感じるでしょう。そして人はいつでも変われるという勇気をくれます。親子で読むのもいいかもしれません。自立心を失いがちな子どもたちには、自分で選ぶ力を育むために、大人がどう言葉をかけるかが大切です。違う考えを持つ人とどう話すか、それが大切です。感情よりも大きな目標を忘れず、話を進めましょう。行動ははっきりと見えるものです。だから理想ばかり追い求めずに、行動と学びを重ねることが大切です。この本は人が変われるという前向きなメッセージでいっぱいです。自由になるための行動を後押ししてくれるでしょう。